昔片足を取られてもおかしくないと思う。これを受けて浦和レッズ石川社長が J リーグから頂いた先生は今回の社会的な影響浦和レッズ浦和レッズのサポーターが人生を越してきている感じになる理由が見れば制裁金を超える価値処分が妥当であると当然のものと受け止めております。この結果当該サポーターグループへ無期限の活動停止処分、さらに当該メンバーへは浦和の全試合無期限入場禁止を課しました。ところでなぜこのような横断幕を掲げたのか、クラブの聞き取り調査によると浦和の美しい人と浦和の聖地を掲げて今はこの人は入ってきてもらいたいことではないというようなことがあったと。